今日は2024年1月27日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。7日、ちょっと言いにくいよね。7日。今日のテーマは、年齢を聞いてもいい？私はビジネス日本語も教えているから、仕事で日本語を使うとか、日本の会社で働いているっていう生徒さんも多いんだけど、これ結構悩んでる人多い。もちろん、初めて会った時にいきなり年齢を聞く人はいないと思うけど、何度か仕事で会って少し親しくなった時に聞いてもいいかなって悩む人が多い。国によってははっきり聞く方がいいっていう文化もあるよね。敬語がある国は特にそうだよね。年齢を聞いて、もし相手が自分より年上だったら、その後も敬語を使って、もし年下だったら、普通形、タメ口にする。まあ、タメ口の方がもっと親しくなれるから、その方がいい場合もあるからね。じゃあ、日本は敬語がある国だから、親しくなりたければ年齢を聞いてもいいかというと、答えはノーです。ビジネスの場合は聞かない方がいいです。というか、聞いても大丈夫かなって迷ったり考えるくらいなら、絶対に聞かない方がベター。もちろん、プライベートの場合は別。例えば、出会い系アプリとかで、Tinder とかね、そういうところで出会って、これから友達になるとか、恋人になるっていう場合はもちろん OK。あ、出会い系はもう最初から年齢がプロフィールに書いてあるか。じゃあ、趣味の場とかね。例えば、趣味でやってるテニスで出会って、仲良くなったとかね。これからもっとプライベートで仲良くなりたいっていう人に会ったら聞いてもいいと思う。公私を分けるっていう言葉があるんだけど、公の漢字は公園の公、公務員の公、パブリックっていう意味と仕事、ワークも入るかな。私の漢字は私。そのままプライベートのことだよね。だから、公私を分けるは仕事とプライベートを分けるっていう意味。年齢を聞くときも、そのシチュエーションが公なのか私なのか考えて聞くのが大事だね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。さようなら。